レノボ。レノボ、A、レノボコーポレーション、日本漢字、連想集団、艦隊アザ、反対字、ピンオと、ランシャン・ジッチンは、中国・香港に本店を置き、モリス・ビル、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、K、シンガポールにオペレーションセンターを置く、パーソナルコンピュータメーカー。中華人民共和国では、スマートフォンメーカーとしても認知されている。 日本法人は、レノボジャパン株式会社である。1984年に、中華人民共和国の研究機関で、国務院直属事業単位である、中国科学院の計算機研究所員11名が、20万人民元を元にして設立した。当時の名称は、中国科学院計算所新技術発展講師で、外国ブランドの販売から出発した。 1988年6月に香港連装電能講師を設立し、1989年11月に香港連装集団講師に改称して香港で独自ブランド発売した。同年に北京連装計算機集団講師が成立し、1990年に中国内でも独自ブランドの販売に踏み切った。1994年に香港連奏集団講師は、 香港株式市場に上場し、1997年にレノボブランドが中国内のパソコン売上トップを記録、2000年のビジネスウィーク市は連想集団を世界 IT 企業100社中8位にランクした。連想集団は長らくレジェンドというブランドを使用していたが、2003年国外事業の強化に伴い商標紛争が生じる恐れのある。 この名称を廃止、レノボ、レノボを採用し、2004年4月1日に、英語社名も、レジェンドから、レノボに改めた。レノボは、混成語で、ルは、レジェンドから、ノーボは、新しいを表す、ラテン語の、ノバから取られた。2004年のレノボによる、IBM 社の PC 部門の買収により、株式の42.3%を、 レジェンドホールディングスという持ち株会社が保有しており、同持ち株会社の筆頭株主は中国政府機関の中国科学院である。中国政府は間接的にデノボの27.56%を保有しており、筆頭株主である。IBM は第2位の株主、議決権を有しない優先株である。買収により、同社の PC の世界市場シェアは単純計算で出る。 ヒューレット・パッカードに次ぐ3位となった。レノボと IBM の PC 部門の合併の後、本社は北京から米国ニューヨーク州パーチェス移転した。2006年3月に IBM の PC 部門の本部があったノースカロライナ州モーリスビル、ローリー近郊に本社を移転した。2008年北京オリンピックではトップスポンサーとして聖火リレーの地をデザインした。2011年に 日本電機、NEC の PC 部門とドイツの大手 PC、メーカーメディオンを買収、アジア太平洋市場ではシェア1位を取り続け、中東アフリカヨーロッパ、世界市場でもシェア2位となり、2013年からは世界シェア1位の PC ベンダーとなり、同年に台湾のエーサーやアスースとの統合の動きの報道や、エーサーの CEO 兼社長だ。 ジャンフランコランチのレノボへの転職が注目された。2017年には富士通の PC 部門を買収。日本市場では1995年の NEC 以来となる4割超のシェアを得た。2018年6月のトップ500でスーパーコンピュータのシェア世界1位のベンダーとなった。2004年12月、レノボは IBM から PC 部門を12億5000万ドルで買収することを発表した。IBM はこの取引により、コンシューマーかし利益の出にくい、PC 事業を切り離し、企業向けのサーバー、ソフトウェア、サービス事業に注力した経営に転換していくと予測された。レノボはこの取引を、協協連合と銘打った。IBM 及び製品ブランドである。 センクパドなどの商標を5年間維持するとした。このことから同社の目的が世界市場に売って出るためのブランド力の獲得にあったとも分析された。この IBM ロゴは2006年10月頃より徐々に外された。従来はセンクパドの天板トッパアームレストにあった IBM のロゴは一般向け販売モデルでは存続したが、 大規模導入をする特定企業向けカスタマイズモデルに関しては、IBM ロゴではなく、センクパドロゴが入るようになった。2008年以降の製品、センクパド X300 以降より、一般向けも、IBM ロゴは外れて、レノボセンクパドとなった。レノボに関されてから発表されたセンクパド、Z シリーズより、ワイド液晶、Windows キーの搭載など、 従来のセンク空パドになかったものが取り入れられた。2009年現在では、ワイド液晶と Windows キーは多くのセンク空パドに採用されている。2006年、中国政府の影響力、資本上の支配権の及ぶ企業であることから、米中経済安全保障検討委員会、US China Economic and Security Review Commission は、安全保障上の理由から、Lenovo の PC を、 米国政府機関が使用することに懸念を表明した。2013年7月27日付のオーストラリアンファイナンシャルレビュー、アフアは、レノボの製品にユーザーの情報にアクセスできる工作が施されているとして、オーストラリアや米国、英国、カナダ、ニュージーランドの5カ国、いずれもウクサ協定締結国の情報機関が使用を禁止していると報じた。 オーストラリア国防省は、この報道内容を否定している。2015年2月にプリインストールアプリケーション、スパーフィッシュにセキュリティプライバシー上の問題があることを認め、声明文を出した。パソコン事業で統合している NEC から、携帯電話部門も買収を持ちかけられたものの、2013年7月29日に、特許や海外資産のみに興味を示していた。 デノボ側が断ったことで破断した。2014年4月14日、デノボは NEC から3800件の中核的な携帯電話関連特許を買収した。2014年1月30日、Google から同社の携帯電話端末部門であるモトローラモビリティを29億1000万 US ドルで買収することを発表、アメリカ合衆国内の携帯電話事業にも、 参入することとなり、Google が今後もモトローラのモバイル特許の大半を所有するものの、買収によりレノボも2000件以上の特許資産を取得することとなった。2015年5月28日、現地時間に中国で行われたレノボテックワールドで新しいロゴを発表。ウェブサイト等のロゴも同日より反映された。レノボジャパン株式会社、レノボ、 ジャパンコーポレーションは、連想集団の日本法人である。連想集団による IBM の PC 事業買収に、伴い、日本法人として発足。日本においては、レノボ、レノボ、連想集団、連想グループなどと表記される。日本 IBM が共賛していた、個性戦も引き継いでいる。2011年7月1日に、レノボが51%、 NEC が49%を出資する合弁会社、レノボ NEC ホールディング BV、NEC レノボジャパングループが発足し、その100%個会社として、レノボジャパンと NEC のパソコン事業を担う NEC、パーソナルコンピュータの両社が入る事業統合を実施した。レノボと NEC のブランドは継続しよう。この事業統合は2011年1月の 発表当初は対等と報じられていたが、統合から5年後に、デノボン側が合弁会社の全株式取得権を日本電機の同意があれば行使できることが明らかにされた。2012年11月5日、センクパド20周年を記念して、中国において生産されているセンクパドの一部を山形県米沢市にある NEC パーソナルコンピュータ。 米沢事業場で生産することを発表した。当初は、センクパド X1 カルボンの特別モデル、20th Anniversary Edition、500台限定にとどまり、パイロット生産と位置づけられていた。その後長らく表だった動きがなかったが、2014年10月、米沢事業場による生産の開始を正式発表。2015年2月下旬から、 出荷開始した。これまでネックだった納入期間の長さが解消され、コンシューマーは最短5営業日でセンクパドを手にすることができる体制が整えられた。また、米沢事業上の品質管理手法を海外の生産拠点にも適用し始めている。2012年、レノボジャパンの代表取締役社長に渡辺明美が就任した。2013年、 レノボジャパン及び NEC パーソナルコンピュータの社長は、レノボ NEC ホールディングス会長のロードリック・ラピンが兼務することとなった。2014年2月1日、NHK はソニーの PC 部門、バイオの海外向け事業とレノボは合弁会社を設立して統合すると報じ、ソニーは行動を否定するも事業の再編を検討していることを認めるコメントを、同発表した。 2014年10月7日、レノボと NEC は事業統合契約を10年間延長した。具体的に従来2016年の時点でレノボが全株式取得が可能とされていた点については期限を2018年までに延長した上で以降は2026年まで自動更新されることとなり、かつレノボが NEC の保有する株式を買い取って、 出資比率を66.6%まで引き上げる NEC 側は議決権を確保可能な33.4%を維持することを可能とする条項が追加された。2015年3月2日、レノボ及びネスプックの社長を再び交代することが発表された。ロードリック・ラピンはレノボグループのアジアパシフィック地域担当プレジデントに着任し、トドミマッサノブが レノボジャパン、そしてネスプックの社長を兼任することになった。ロードリック・ラピンは、当初レノボエンタープライズ・ソリューションズの社長に留任するとしたが、同年9月に、トドメが兼任することが、改めて発表された。2016年7月1日、NEC は前日の条項に沿って、自社の持つ普通株式の9割をレノボに譲渡し、代わりに新たに発行される。 劣後株式を引き受けることで議決権を確保可能な33.4%まで出資比率を引き下げることを発表した。この譲渡に伴い NEC は200億円の売却益を2017年3月期に計上した。売却益は社会インフラ部門への投資に使われるのではないかと報じられている。2017年11月3日、レノボは 富士通クライアントコンピューティングの株式の51%を取得し44%を富士通5%を日本政策投資銀行が保有することで合意したと発表した。また開発や製造の拠点は閉鎖せず NEC のラビと同様に富士通ブランド FMV を維持することになり製品戦略でも富士通は人工知能の導入など独自性を維持するとし NEC も NEC の強みである顔認識技術などで差別化できるとする認識を示した。この株式上渡は2018年5月2日に完了した。2018年5月16日、デビッド・ベネットが NEC パーソナルコンピュータの代表取締役執行役員社長及びレノボ、グループグローバルバイスプレジデント兼レノボジパンの代表取締役社長に就任した。 デノボは企業向けのシンクブランドでは IBM より引き継いだセンクパド、センクセンター、センクビジアに加えワークステーションであるセンクステーションを追加した。シンクブランド以外ではなどの低価格なノート PC も販売していたが2008年1月にコンシューマー向けのアイデアブランドを発表しノート PC のアイデパドとデスクトップ PC のアイデセンターを反している。 いずれの機種も、シンクと同じく分解、拡張性が高い。アンドロイド搭載スマートフォンを開発、販売しており、中国国内では、サムスン電子に次ぐ2位の販売シェアを持つ。タブレット端末としては、以下のシリーズがある。元より、独自の PC サーバーである先駆サーバーを提供していたが、2014年10月に、IBM から、 X86 サーバー事業を買収し、ラインナップに加えた、一部のストレージ製品やソフトウェア製品について、IBM から OEM 提供を受ける。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。